鳥居角神社は、宮崎県小湯郡角町にある神社。式内社、日向国一宮。旧社格は、国平商社で、現在は、神社本町の別表神社。明治以前は、宮崎社、宮崎宮とも称されていた。地元では、一宮神社とも呼ばれる。なお、ゴミ袋には、殿大明神とあり、神天愛農省はそれに、追所して、包装の治療に、霊源新たかであると載せている。また田畑の中外を除くとの信仰もあった。社伝によれば、神武天皇即位の6年前、天皇が東征に向かう際に、鎮祭したことに始まるという。また、神宮皇后が、三冠征伐に際して、船の守護神として、殿大明神を勘定したとの、神天愛農省の記事を引用して、皇后が凱旋後に社殿を造営したのが初めであると、伝えている。角町一帯には、縄文時代以来の遺跡が分布するほか、円墳や前方後円墳など20基以上の古墳もあり、当社鎮座地付近からも瓦家、石器類が出土している。このように早くから人が居住していたことが知られ、守護神としての当社の歴史も太古の昔に遡るものとされる。上和4年に官社に列し、上和10年15位下が授けられ、天安2年14以上に少女された。延喜式神明帳では、日向国小湯郡に角神社と記載され、式内社に列している。当時は壮大な社殿と広大な境内を有する日向国第一の大社であったと伝えられている。その地位から、妻神社との政治的、宗教的対立を生じたとも言うが、口述するように古文書類を消失しているために詳細は明らかではない。当社が日向国一宮として庶民はもちろん在地領主からも崇められたことは確かであり、天文18年には伊藤義助によって社殿が増大されている。その後天正6年、大友、島津両軍の騒乱の際に、大友宗麟と島津義久の陛下にかかって、社殿をはじめ、社法、古文書類をことごとく消失してからは、次第に衰退した。延宝3年には、その後取り立てる人もなしとて、わずかの勝者となり、虚名さえ知らず、ただ明神とのみ減りといった状態であった。その後元禄5年に、高鍋藩主、秋月主制によって再興されるとともに、元禄14年に、社領20石が寄進されて以来、江戸時代を通じて、歴代の高鍋藩主から崇敬された。享保12年の同主広による鳥居奉献、同主美による元文元年の社殿造営と、延享2年の鳥居造営、安政6年の同主院による社殿造営が行われたほか、藩主による参拝や代参、奉幣もしばしば行われた。明治4年近代社格制度において、国平商社に列し、昭和9年に神武天皇ご当選2600年記念事業として、社域の拡大整備を行った。戦後は神社本庁に属すとともに、昭和23年にその別表神社となり、平成19年に本殿を再建した。本殿は一軒車流れ造り銅板葺きで、地木、鰹木を置く。平成19年に再建されたもので、ほぼ旧本殿の造形を踏襲したものである。旧本殿は安政6年に河野喜之助の寄進により再建されたもので、現在は移築されて、末尺間の神社の本殿となっている。拝殿は本殿と同じく平成19年の再建。正面5間側面3間平入りの入りもや作りで、背面中央に奥行き2間の切妻作り妻入りの幣殿をつける。屋根は銅板葺きで、正面に千鳥破風を貸し、その下にすがる破風で、中央一間に軒頭破風を構えた三間の後輩を付加している。旧拝殿は移築され、神楽殿として使用されている。古くは一の鳥居が、角高校近くにあり、その広さからは王子の威勢が見える。滝神社背後に不動滝。年間祭事一ランクスの季語札授与所前に立つ。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。